ラジオペンギンと出版。皆さんこんにちは。西シカ出版代表取締役社長堀口裕司、えっと中村慎太郎でございます。えー、肩書きは省略します。大島らせかです。はい。ちょっとあのー、<laughs> 個人的な話なんですけど、はい、堀口秀とさんというまあひまそらさんといろんな裁判をしている方がいらっしゃるんですけど、発 <laughs>、はいはい、舌的に、うん。 堀口秀俊っていうのがすごく言いづらくて最近練習で1日100回ぐらい堀口秀俊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 って言ってる僕最初聞いた時はどうしたのかなと思いましたこれね皆さんね10回やってみてすっさい結構大変だからやってみたしかさん堀口秀俊堀口秀俊堀口秀俊

であの経営中毒って本見つけたんですよ。なんか面白そう PHP から出てて、はい、えと徳谷聡さ,さんかな、うん、智文さんかなしさん徳谷聡さん経営コンサルティングかなかなジャンルとしてはの方が書いていて、はい、まだ全然読み終わってないんですけど、うん、まあこの本のちょっとあの目次が目次というか目次か。 はい、で反りながら、反ってですね、はい、経営の話をしていくっていう二段構えにしようかなと思うんですけど,、うん、ど結構新しい本なんですか、<で>最<近>なんかねあの、あそこ行ったら、えー、っと2020年3月12日そんんなな新しくないんだで、一刷りで、はい、もう二刷りしてるから、結構腕筋だね、であの丸善純久堂さんの本店、えー、っと丸の地点は店、い。 のエレベーターにこれのポスター、ポン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 買ってあって。え最近また売れてるんだ。帰り、帰りですよ。要するに、もう、買い終わって、帰ろうと思った時にこれがあったから。立ち止まっちゃった <laughs> しょ。しょうがねえな、みたいな。しょうがねえな、と思って買ってきたんですけど。社長は辛い、だから楽しいと。裏切り、資金ショート、孤独。このヒリヒリが組織を強くするっていうこもう、あの、もうこれ、 これだと思って買いましたけどね。じゃあまず西川さん出版の最近の話をすると最近ですね、はい。はい、まあ、足シさんは今何の仕事していますか今、メインでは2つありますね。YouTube の編集と、うん、あとは B2B 関係の、まあ営業って言ったらいいのかな。うんうん、営業とあとやりとりだよね。そうですね。だから、クリエイターは、うん 僕がやることもあるし、はい、外部で頼んだりすることもあるんだけど、うん、結構これがこの B2B が今うちのメインですよねそうですねはいだからなんか西葛西出版というよりは西葛西出版編集プロダクションみたいなことになってますよね,、うん、すねはい最初はそんなはずじゃなかったんですまあ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 でもねあの理想を追い求めて戦ってんとかいいとこまで来ましたよねそうですね はい、YouTube もね結構収入になるようになってきたからそうですね、あのーまあ、ずっと聞いてくださる方は知ってると思うんですけど、はい大体78万から123万ぐらいになんじゃないかな結構会社としてはそ,う、まあ、そこそこなんだけど、はい、まあでも仕事として取り組む分にはいいのかなっていう感じで今まで2年間収入にならなかった分は1回目をつぶってっていう感じですけどね。はい ビート b は月によるけどって感じでねそうですね書いたり構成したりねうんうんあとは経理かうん経理ですねバックオフィス全般ですよねそうですねどうですか最近はいやでもやっぱなんだろう僕らも今3期目じゃないですか3期目になってようやくかって言われちゃうかもしれないけどようやく慣れてきた感じ慣れてきたよねそうですねいろいろなことが日々が辛くなくなってきてそうですね 2期目とかかしんどったね期目なんかさいくつもさ、まあ、かさも歩いて帰ろうって言ってさ、2人で5キロぐらいウォーキングして、コンビニ前でビル飲みながら、なんだあいつらみたいな。僕もだいぶ下手ってたから、元気に働けなかったですね、今思うと。そうね。辛かったね。辛かったですね。今も辛いけど、まあ、ちょっと違いますね、辛さの未来が見えてきたね。はい。そうですね。 のの話はなんかすすることああありますまあ、あの一応じゃあこういう案件ならやれますってって PR しててそうですね、うん、基本的にはまああのライタープロライター集団なので、うん、書くこともできますし、えー、構成だったりそういうこともやれますよと。うんうん あとまあ結構幅広くジャンル書けるのであとうちのトップライターがトップライターなんだ俺かこっち部門で言うとトップライターという方になりますが中村慎太郎というトップライターがいますので僕はあんまり締め切りが守れないからだからあの中村さんの場合は濃いものを少ない本数で高単価で狙い撃ちをするっていうのがでまあ僕僕はあんまり最近書いてはないんですけど僕を含めたまあ ちょっと言い方は悪いけども一般ライターは数を書いてっていう感じのやり方でやっていきたいなっていうとこですかねそうですねはいこれ聞いてる方でライターの方いたらぜひね連絡いただければそうですね一応ズームで話したりして考えが合いそうだったらね仕事一緒にすることもできますんでそうですねあとイラストとかねクリエイターの方とかですよねそうですねはいそんなとこですかねうんはいじゃあ僕が何やってるかなんですけど 最近は、レスバーしてます。<laughs> <laughs> あんなことはない。僕がやってるのは、はい、まずライティングですよね。うんうん、ライティングと構成で、はい、結構その、そんなにあの、ま、フリーランスとしては生きていけるぐらいの稼ぎはあります。だ、うん、ね。はい、だけどそれが全部会社に入って出てこないっていうのが問題から <laughs> 今はね。<laughs> <laughs> 俺、こんなに仕事してるけど、全然収入がないというね。 もう辛いんですよ、これがね。それもでも3期目で解消できそうな感じはちょっと見えてきましたけどね。僕らの目標は月給8万円ですから。まずはね。まずはね。はい。一応、それは、あの、月8万円ずつ、会社に貸してるという、そうね。貸しがいっぱいです。貯金ですから、会社がうまくいけばそこから出せるし、会社が倒産すればそのまま貸し倒れということになりますよね。はい。はい。そうです。あと、構成と、あと、YouTube の、 番組です YouTube の番組構成は全部基本ボケの構成ですね番組の企画構成これ西川祭出版が最近だいぶ変わったんで今までねまあ誰も聞かないですけど一応置いとこうがそうですね西川祭出版の方はね急速に変えてまあ結構聞いてくださる方増えてきて本当ありがとうございます嬉しいのはやっぱ動物園だよね動物園聞いてくれる方もホですよね どんだけ再生回数いくかなと思って多分3桁ぐらいかなと思ったけどねはいって3桁かなと思ったけど今まで2桁だったからそうですよね12とか昔の回ってないやつはどんどん消してっちゃうんで聞きたい方は今のうちに聞いてくださいねそれから保存しとくかねそうですねこれやってるのとあとややこしいのが自分の本ですねあそうですね ー君 J 君を「君が J リーグを認めるまで僕は歩くのをやめない」という本ですよね、はい、大元のオマージュしてるのはジョジョの「<laughs> 君が泣き合むまで僕は殴るのをやめない」っていうやつですけど、はいはい、その勢いを借りてですね「君 J」を書いてますよと、はい、これはまあ,あのサッカーの本ザ・サッカーの本っていうよりは地域の本になってくるんで、はいね、あのサッカーのシーン以外 サッカーのシーンもね僕書いたやつが読みやすいって言われるんでうん、うん、ぜひ毛嫌い試合で読んでほしいなと思うんですけど、はい、あのサッカーの詳しい人もそんな詳しくないですからねそうなんですよね、うん、結局は僕ら全然分からずサッカー番組やってるからだからあんま人気ないっていう <laughs> <laughs> 噂もありますけど、ね、サッカーって結構薄らぼんやり見るもんなんですよ僕はそう思いますけどね あとまあ好きにレベルとかはないので。うん。あ、はい、あ、そうそう、楽しくやればいいんですよね。はい。はい。そう,いうわけで、うん、えっと、自分の本書いてると、これが、まあ今、YouTube と自分の本が結構ヘビータスクですかね。そうですよね。それにライティングが入ると結構また。あまあそう、ライティングがね、うん、構成は一番やりやすいですね。あまあそうですね構<ー>構成は結構 今まで本も出してきて自分たちで自前で構成してきましたからね、うん、YouTube の番組比較もだからオールマガジン入れると週5本あるでしょそうなんですよね週5本ってなんだよって週5本で年間だと52週ぐらいだから250分前あるからまあこれが倍になるとちょっときつくなるかなぐらいだけど 1.5倍いけるか何回か僕のポテンシャル、ね、本当ですかすごいただこれ全然専業じゃないのにやってるっていうのがねそうなんですよ <laughs> 専業じゃないですからねあ<ー>まあまあまあ,まあ、まあ、はいまあ、まあ、そ,うそうさておきですね、はい、こういうのやってますよとはいでえーっとあと編集者かはい書籍比較がですねあの、うん えー、あったっていうか、まあ、なくなって結果としてはなくなってよかったんですけど、はい、いくつかあったやつがちょっとあの燃えた時にみんな一斉に逃げ出したんであの、ね、全部なくなっちゃいましたそのうち一個だけは出たっぽいけどねでもおめでとうございます,す、ね、おめでとうございますですね、はいね大体僕の企画ですけどちょっと編集者は僕は、はい、僕はライターの方であり、うん、ライターライターとして違うな ライター経営者編集者なんですよ今三いやでももう1個ありますよ何えっと YouTube の企画だあユーチューバー？そうこの4本やっててさすがにいろんなことが無理があるんですけどえっとまあ成立してきたんだよねそうですねやっぱそれも慣れの一つかもでこの編集者のところが僕の長所と短所が結構はっきりしてて長所としては やっぱり企画の良さを突き詰めていける僕の企画は多分面白いと思う、はい、出たら絶対これうおーってなるような企画は出せるんですけどうん、うん、一方でやっぱ実務上は弱いとこがあって編集者上がりじゃないんでうん、うん、まあ具体的に言うとこのフォントどうしようかとか、はいえー、このイラストの DPI、えー、画質がいくつがいいかとかね、はい、あと DTP ですよね。はい、DTP っってていううのは組版って言うんですけど、まあ 余白いくつにするとか行間どのく開けるかとかページのノンブルっていうんですけどページの番号をどこにつけるかとかねあと扉をどうするかとかそういうのを DTP って言って中身のデザインですよねソフトで組むんですけど昔はもう超絶専門技術だったはずなんですけど今はソフトがあってなんだっけえっと何ていうんでしょうインデザインだインデザインでできるとこれ西川大出版の恐ろしいところは これ僕がやななきゃいけないけ <laughs> <laughs> 外注で2、30万で本来であればできるんですけど、はい、多分外注、この君じに関してはできないんで、うん、お金ないから、うん、これ僕がやんなきゃいけないと。はい、だから僕は執筆、編集は鹿さんに補助してもらって、はい、DTP であの、あれ投げる、印刷を投げるの自分でやんなきゃいけないので、ちょっともう嫌になるぐらいプレッシャーしすねのでね。<laughs> いや、そうですよ。 なんか、あん、こんなクソ出版社、同電子と変わんねえだろみたいに。言ってた、うんうん、えっと、ルート、かっこ盆踊りっていう。ああ、いま,<う>いました。いました。いました。あの、僕の弟分のリーチを訴えるぞって言って,て訴えない奴がいるんですけど。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、それは、でも、あのー。 そうななんんでですすよ同人誌と変わい何が違うのかっていうと制作費がだいぶ違いますよね。とは言っても本格的な本なんでまあ言ってもですね。同人誌だとやっぱ10ページ20ページでやることが多いんじゃないですかね。まあまあ一つだけ僕も言わせてもらうと多分その方出版されてないですよね。あの人は一応経営者って言ってるんですけど多分コンビニのバイトです。ああそういうのだな。多分ね。これは僕の見立てなんですけど。 もし本当に経営者だったらそれは何か、はい、まあコンビニのバイトかなって言ってあ「こいつコンビニバイトだね」っつって怒っちゃったんで <laughs> 経営者ではないと思います、ねうん、僕がねそうは見えない、ねうん、だから出版されたことがある方から言われるんだったら、うん、あまあそうですねってなるけどそうじゃないんだったら、うん、結構大変ですかねこれでも出版するまでは、うん、そうそうそうじゃ二2点出してるのと、はい、あのやっぱりね、うん、本がそんな出ねえじゃねえかって言えばちょっと。 僕をね何、はい、ていうの斜めから悲観的に見てる人はいるしうん、うん、実際めっちゃ時間かかってるんですまあ確かにそこは否めないですね最初のったは速攻で出たんですよそうそう会社のあの固定電話できる前に出,て <laughs> 出ましたからねそう,そうなんですよ埼玉編に足利さんのスマホ乗ってますから、ね、<laughs> そうそう <laughs> で、まあ、それは批判はもちろん受けるんですけどはい どうしてもこの会社組織を維持しながらクオリティを上げていくってことを同時にできなかったと反省はあってそうです、ね、お待たせしちゃってるのは申し訳ないしプラハンまでしてるのにお待たせしててってもうやっぱ苦しいんですけど、はい、もうや,やることはやっぱちょっとずつでも進んでいくしかなくてそうですねやるしかないです、ね、これ本を作るのに集中して会社潰れてもだめなんですよ。でね、うん、で YouTube はじゃあやんなきゃいいじゃんっていうねうん、うん、話もあるんですけど、はい、こ YouTube が僕らは生命線に位置づけてるんで。そうですね YouTube をやってないと多分出しても誰もしないで終わるだから YouTube で本当のことを言うと、うん、稼ぐためにやったわけじゃないですかね広告はあんま関係ないんですよ、はい、でも外さないですよ <laughs> 外さないですよ広告は大事なんではい、はい、ちょっとやっぱ広告に関してね、うん、あのもうちょっと減らしてほしいとかいうお声はあるんですけどでも逆の方もいらっしゃいましたねあいらっしゃるし、はい、そこをねなんか変にいじって広告の方とかをやると、うん、なんかなんかね ダメみたいなん,ですよなんか YouTube が最適化してるんで視聴者が耐えれて,て、うん、あの見られる量に自動的に調整してるんですそうみたいですねそこを変にいじるのはちょっと怖いんですよねまあ僕はプレミアム入ってますけど、はい、プレミアムだと快適ではありますねそういうことですよねいっぱい見る方は1日1時間とか2時間とか見る方はプレミアムをおすすめしますけどねうん確かにです そうですね、ビジネスというか、業として考えるんだったら、あ,のあれをやってもいいんですよね、メンバーシップか。メンバーシップまでやると回らないんで、まだ、うん、あれですけど、ゆくゆはそうそう、もっとよりいいサービスが思いつけば、はい、っていう感じですかね。もうちょっとみんなとわちゃわちゃしたいしね。<laughs> <laughs> わちゃわちゃ好きなんですよ,そうですよね。<laughs> わちゃわちゃ好きなんって感じですかね、うん、で編集者として今、えー、と取り組んでる企画は2点あるんですけど、はい、内容はまだあんま言えないんですけどそうです、ね、ちょっと先を見据えて来年ぐらいを見据えてってやってる企画があって、はい、打ち合わせしてるやつがあって、はいまあ、どういうふうにやるかはあのまだ。 見通しは立ってないんですけど、はい、絶対やろうと、うん、打ち合わせはしたんですもんね、うん、打ち合わせして絶対やろうということで結構危険なテーマなんですけど <laughs> 僕はひよってやめることはしないと素晴らしいで万一なんかね,、はい、ね著者リスクがあるかもしれないけどそれは会社で受けますよと。はい 具体的には足利さんが対応しますと。土下座対応。<laughs> 土下座しかできないかもしれないけど。あの <laughs> 初手初手でもう5点到着。二 <laughs> <laughs> 人で5点到着すいませんでした。<laughs> うん、でも出版はしますと。やりますね。はい、まあでも出版社のそこがまあいいところというか、こ、うん、やらないとやっぱり僕ら、ね、立ち上げた意味もあんまりないかなっていうね。うん 出版するなって脅迫するようなことが来たりするとそれがその時点で間違ってるんでそもそもそれが違うんですよね。出てからつまんない本だなって批判するのが文化であってそうですね。でまあこの2点であってですね1点目はそれ危険なやつ危険なやつでもう1点は放送上ではまだ言えないんですけどれやること決まってそっちの方があの。 まず、君 J を出した後秋口から冬にかけてこれを出すっていうのが目標なんで、もう君 J へのプレッシャーをさらに高めてですね、自ら。本当はやっぱゲーム実況とかやりたいんですけど、ねえ、そこはね、もう本当、頑張ってもらうしかないので、うん、頑張るしかないです。まあ、でもだいぶ経営の形が見えてきて、そうですね。会社のことがようやくなんか これはもう多分、足利さんしか分かってくれないんだけど、やっぱ自分の原稿を書いてられる会社のコンディションじゃなかったよね、そうですね、それはどうする、どうする、どうするってって、ねえ、辛いんですよ、これ、社長は辛いって言ってね、本当につらいですよ、孤独ですから、社長は、足利さんがいるから、そうですね、足利さんがいなかったら、もうやめ、無理だね、うん、だったかもしれないですね無理だね。 長鹿さんとなんとか月8万円稼いでまずそこをね会社から分取りに行きましょうりぶんないといくら分取られたんだこの報酬300万ずつぐらいだよ多分ね多分そんな言ってるかもしれないですねはいでえっとそのもう一点はこれもかなり面白い本になりそうだなっていうのとやっぱ著者の方に聞いたらあ他の出版社さんに話持ってってもこの企画はもううちじゃない無理かなと思ったんですよ かか持っていかれたそうですかそうするとこの企画そのものじゃないんですけど、はい、結構企画聞いてくれてめっちゃ持ち上げてくれて、はい、じゃあしましょうって言って、はい、でご相談なんですがって言って制作、はい、費のうち100万円払っていただけるとみたいな。 出版、はい、多分作った後も買い取りでとかって50万が取られると思う。で本を売る気はないみたいな。で多分本のクオリティも上がらないみたいなね。はい、でうちの条件いって「まあ印税は10%ですよ」とか「買い取りは一切ございませんと」と、はい、ね、はい、そういう条件いってしかもあの,、はい、あの印税前払いに月20万ってやってたことあるん <laughs> 潰れかけましたけどつって。<laughs> したらもうやっっっぱすすげーいい出版社ですねててことは言っててそうですよね、うん、そうやってクリエーターを担保するっていう,うまあ、ね、理想を掲げてやりましたからねかあれでパワハラって言われたからね <laughs> <laughs> びっくりですよね <laughs>、うん、あれどんだけ必死にあのお金稼いだかっていうのはねねあれ都合悪いからそれは言いたくなかったんです団地としてはね、うんうん、まあそのパワハラってことはないですよと、はい、ねそのすごく クリエイティブなことに向き合っていいし、はい、クリエイターはファーストでやってますよっていうことがちゃんと伝わってですね、はい、えやりましょうとぜひやりましょうってうことで、はい、こんなに話分かってくる出版社あると思わなかったですよす、ね。そうでしょうね。な、う、の、んうん、であのまあ本出たらわかりますけど、結構実績のある方なんで、はい、すぐすごい本できるかなって言ってたし、いや、うん、僕が悩まされてた原稿を書きたくないっていう著者をどうしたらいいかっていう問題のこと言ったら、<laughs> そんな人いるんですかみたいな,な <laughs> そうなっちゃいますね。 だって書きたいから書いてるんでしょっていうねだまああのちょっと素人を育てる系はもうひょやめてどうしても食らいついてやりたい方はあの日笠出版で本出したいという方は、はい、経験なくても僕は話は聞きますけどそうですねやっぱ相当厳しく言うしかないかなと思いますね、うん、やっぱそこはねあのーうん、もう凝りました、うん、頑張ろうって言っても、うん やっぱりできない人をステージ投げちゃうとこっちが悪いことになっちゃうです、ね、<で>だから段階を得てここまでいなたもやめましょうみたいな、うん、もうあのかなりのクオリティの原稿を持ってこないと、うん、ダメですよただアドバイスはしますよ時、ね、間は取るから、ねうんうん、金はやっぱ出しちゃダメだったねそうですねまあ反省点でそう、うん、経営でこれ一番嫌なのが金出すすと嫌われるんですよあ<ー>お金を出した人はこっちに恨みを持つんですよ何なんでしょうね だから皆さんもそういうとこあると思うんですよまあでも確かに会社員の時はありますよ、ねうん、会社嫌いじゃないですか嫌いですね何なんですかね、うん、あれ何なんだろうこ,このマインド変えて会社に感謝するだけで多分出世できると思うんですよね、うん、だから僕たち思いましたもん自分たちで会社やるようになって会社員自転自分殴りたいですもんねうーん何言ってんだろ <laughs> 僕はあの感謝しかしたことないんですけど変な話タクシー行ってお客さんからもらうお金が来るから、うん、お客さんへの感謝しかないんだけど確かにあの納品してる時とかはああもうやだなってなってたよねうん、うん、ライティングとかねそうですねだから一番出した人に一番憎まれたっていうねそういうことになりますよねそう、うん でもよくそんなことした方が悪いっていうふうに言う方ももちろんいるじゃないですか僕はそれは全然 OK なんですけど僕と中村さんはっていうか中村さんと僕はそれを挑戦したわけですもんねそういうことやきたいねってねよかったし途中で止めるか止めないかで何回もも話ししまたんね最後までいけるとこまでいったのに最後の最後でやりたくないって言われちゃうとそうですねやりたくない240万払っちうみたいな。 僕らの4万字記事でぜひ読んでほしいんですけどあの子が悪いってわけじゃないんですけどその周辺は相当悪いですよ高木健介とか常に出てくるからね高木健介とね高木健介は僕にとっても五十嵐芽にとってもお前が悪いっていう話ですよただ彼は悪くないっていうのかもしれないですけど別に五十嵐芽さんと一緒に何かできることもないんではいそうでしょうねね。はい 五十嵐芽郁さんは頑張ってほしいんですけどアンバサダーで頑張ってるみたいなんで本をやるってのはもうやらないと思いますけどそれは別に僕は成功してほしいと思ってるそうですね別に基本的に僕たもとを分かった人がどうなってほしいなんて思ってなくてみんなそれぞれ頑張って幸せになればいいと思うじゃあ僕はいい子ちゃん誰でもね別にサッカーファンとして何しても嫌いじゃないけど迷惑すぎんだよねまあ確かにはい なりすましとかするしねそれは嫌です疑惑ですけど疑惑です失礼しました疑惑でしたというわけで今うやっててですね経営してるともうきな臭いこといっぱいいいですっぱい裏切り者いっぱいお金のことでみんなもめすぎもう最悪ですよ最悪ですよねただ勤めてるだけよりも楽しいこともあるみたいな この「経営中毒」っていう本にちょっと,そっあ,ちょっとあれだ西川先出版からのこんな人材募集みたいなのだけちょっとだけ入れ僕編集もやってるんですけど、うん、YouTube もやってるんですけどやっぱこうマンパワーは足りてないとこがあって、はいうん、YouTube の編集だけやりたいとか編集だけやりたいとかあるいはこの請け負ってるライティングとかを。 やってみたいとかですね、はい、やってみたいで結構僕育てられるんでまずはでも大事ですからねそこねやってみたいとかですねいあ,、はい、あとは本を書きたいっていう著者ですよね、はい、本を書きたいっていう著者は、まあ、基本的にどういう企画なのかっていうのを決めないといけないんですけど、うんはい、普通は企画書を持ってきてくれるんですよ、うん、出したいだけけ持ってきて,もあっても結構困るんですけど、うん うちははそこも聞けなくはなくいですねゼロですけど話し,話したいですって言われて、うん、まあ20代だと結構ね書くネタあんまないんだけどねあ<ー>突撃していけばできるかもしれないなんか潜入レポとかね。であんまりペイはしないと思ってうんでペイするもんなんか絶対作らないと思って多少なんか時間,時間に対しての時給は低くなったとしてもなんとか本を出して。 人生を切り開きたいって人と話はできますね。であとはほかで出版企画こだわられたっていう人は結構うちチャンスかもしれないそうですね。てたらその企画が多分扱えないんですよ大きい会社とかってニッチなやつだったりするとうちはそれをニッチなとこにどういこうかっていうとこを考えるのが面白いかなと思っているんであと目指す売上目標も全然うち低いですからね。確かに 社員をいいっぱい掛けてるとかじゃないですか、ね、そうそうそう,そう、はい、維持費が低いんで、はい、そういう方もお話できるかなと思いますねまあそこはお気軽にうちのメールアドレスまで連絡いただいて、はいうん、僕はお話しするのはできますよと、はいうん、ただ本書くのはものすごい労力がかかるんでそうでしょうね大体10万人ぐらいかなきゃいけないですよ 1>, <laughs> 1時間に1000文字書けるとしたって100時間でしょ、はい、そうですよね、うん、順調にいってこんんんななもで、はい それは簡単に書けるもんじゃないですよね、うんまあ、100時間、まあ、200時間書こうかな200時間200時間やってボツの可能性があるっていう感じの話なんでそういう世界ですそうそうそう <laughs> そういうそれでもやりたい人がやるもんだし、うん、本ってのはそれだけ価値があると、はい、で口述筆記って言って喋ったことをライターが本にするっていうやり方があるんですけど、うん、それは有名人だけです、はいうん、有名人とかどっかの社長とか時間がないけど 言ったことに価値があるって人はそれはできますけど、うん、うちはやってないしね紅茶筆記つまんなくなるからバレちゃうからねしっかり書いてっていうことですねしっかり自分で書いたものがいいと、はい、あの要するに文章が好きだから僕は口語を直すとどうしてもねさんな内容になるんですよどうやっても思考がななんていうのかな深まってないんですよ、うん で結局、編集者がまたリライトしなきゃいけないですもんね。リライトしないんですよ。すごい薄まったものになるんで、最初からそんな薄まったもの出したらもうおしまいですね。もう、著者としてはどうにもあらないと思いますね。でも宇宙行ったとか、そういうのがあれば別に、薄くないですかね、最初からお母さんが買えるとか、そういう特殊なことがあれば、書けんことはないと思いますけどね。はい でえー、ちょっと編集者なんですけどこれだから経験のある編集者が僕のサポートあるいは独自で動く人としてうん、うん、3人ぐらいドンといたらめっちゃちゃんとした出版社なんですけどそうですねまあそうはいかんのですよ、うん、そんなものを雇ったらもう,うちは即死するんで何 <laughs> <laughs> か当たったらそういうふうにしていきたいですけどねはいオフィス増築しちゃったりしてねつ <laughs> ってねでもそういうこうあの、うん、まあ 夢って言うと薄っぺらくなっちゃうけど、うん、こういう,うにしたいなって思うのは絶対大事ですから、ねうん、そういうふうに思わないとならないじゃないですかそう、うん、マックスで6人ぐらいでみんな手伝いながら作っていくっていうのが理想系なんでいいですねで編集者は、はい、まあ経験者だったらもう話が書籍編集者は経験者なら話が早いんですけど、うん、なんか俺結構私的なこういう本作りたいみたいな気持ちがあればきできるかなと思っててああの未経験者でもそう覚える技術自体はそんなないんですよ そうか。技術自体はね、昔と違うから。なんか電話と机だけで編集者というか、出版社ができるって言われるんですけど。まあ、全部外注ならね。一人出版社ってね、一回見たことあるでしょなんかどっかで募集でさ。はいはいはい、入りました、入りました。なんか全部外注なんで。そうそう、そうなりましたね。多分利益は残んないんだけど、あれはね。はいあった。 うん、うちはなるだけ自分たちでものづくりしたいんで、はい、ああだこうだ紙どうしようかあれどうしようかとかねああだこうだいうのが好きなんで、はい、そうやって作っていきたい方でまあフルタイムはちょっと雇えないんで、うん、なんか本が売り上げが発生した時に収入あればいいっすよみたいなかかり方もいつでも歓迎だし最初は企画ごとにですね企画ごととかならできるしい、はい、あのチャンスはお金がない分チャンスは出しやすい確かに、うん、そうですね さすがに経験したことない人に編集本の編集の機会を与えられる出版社はないと思ってた確かに今だってねブックデザインブックカバーのデザインもあそうね村神さん未経験でやってますからね未経験であるって別にやればいいんでしょって話なんですみんなそんな感じですもん全部無経験そうある YouTube も僕もやったことないですね初めて政治のこと喋ってますからねそうですねみんな未経験 全然。だからさそもそも会社立ち上げるのもね。そうだよね。当たり前だけど。そうです。<laughs> みんな僕のことちゃんとした社長だと見える、見えてないな。<laughs> 大丈夫、ね。<laughs> やってるうちに社長っぽくなってくるもんね。そうなんですよ。<laughs> と結構スーツ着てさ、はい、ちゃんとしたとこ行くと社長っぽいねってあるもんね,ね。そうですよね。うんうん。あれ社長モードにしてるんですけど。はい、今、クリエイターモードよりかな。うん,うん。作りたいって方がね、 参加して言ってくれると楽しいですよね。僕はあのその本のクオリティにはクオリティを担保するような自信がある確かにっていうのは、そのど担保ってどういうことかというと、うん、文化においてあるいはそのニッチなジャンルにおいて、はい、あるいはその歴史日本の国にとって、はい、あるいは国際社会人類史にとってその本に価値があるかないかっていうのは、うん、僕はもう判断できるとてて。そうですね。それが判断できればいい本になると。うんうん,うんうん。うん だから結構ねその中村さんと話してて、うん、僕らが見えてないところを中村さんが見えてるからそこを突くといや、そうじゃないんですよっていう会話を何回か見たことが僕あってななんかあのなんだろうな自分がこう見えてないところが見えてるってところを重きに置いて話すと入ってくるんですよね、話が。あ そういうこと。それは、あの、見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだみたいな話です。<laughs> <laughs> なんかね、その、自分がかん、わかんないところを言われたときに、そうじゃないんですよって、跳ね返ると、跳ね返すとこ、ろ結構、み、見てきたんですよ。誰かが。そう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 。<ー>だから、そうじゃないんですよって、跳ね返しちゃったら、もったいないじゃないですか。なんかね、その、僕を。うん、僕、自分でそんなこと、全然、言いたくないんですけど。はい、僕を、あの。ちょっとやると、僕の、うん。 至らないところが出てくるわけですよ<ー>締め切りに出てこねえとかメールが遅いとかそこを見てやこいつは仕事できないんだと思って見下し始めるとそういう人は結構痛い目を見ることがあるかなと思っていて確かに,確かにだって僕はあの何なんだかったけど普通に東大教授コースだったのそうで全然途中でやめたけど、はい、普通にその大学院のその 研究室の中でトップの成績だったしその教授は東大卒、うん、僕も東大卒で、はい、その後継者コースの中にもいたわけですよ。ね。僕は博士になってから結構つまずいたのとはあったけど終始でナンバーワンだし僕辞める時すげえ揉めたらしいですけどね。あ<ー>ななななんでんなんでなんでなんでみたい でその先生は今所長になったから、はい、あの東大の中でも幹部クラスになったんで、うん、まあ大学の先生にはなれたんですかやや頑張ってやってるそうですよねだから相手が、うん、相手ってこの場合中村さんなんですけど、うん、相手言ってることを掴んでいこうと思う人とは話がめっちゃ早いじゃないですか、うん、あそうだねそうだねでもそれが分かんないからいやそうじゃないんですよみたいな返し方しちゃうと、うん、いやいやあなたはそう言ってるけどこうでしょになっちゃうからなんか話が なんかおかしいその殻にこもっちゃうとねそう,そうそうそれが言いたかったんですの思考をオープンにするとめっちゃ面白い世界が開けていく、はい、そうなんですよで僕の場合は最初分かんなくても中村さんが言ったことはあそうなのかなってぼんやりしてずっと日々を過ごすと途中で分かってくるときがあって、うん、あこれ言ってたんだみたいなそれが面白いですね足利さんも最初頑固だったもん、ね、そう最初は中村さんが言ってることはよく分かんないから、うん、そうじゃないんですよって言ってたんですよ あ僕の方が見えてなかったみたいな <laughs> そう、ね、ここ言ってたんだみたいなあれが面白かったですねなんかね僕はね人を洗脳しないんですそう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 ,そう洗脳して言うこと聞かせないでちゃんと弱点も含めてファクトを、うん、事実を指摘してるから、ね、だから最初痛いんですよ、ねまそうまあ、痛いことは言うよねみたいな、ね、<laughs> <laughs> 痛いことは言うしかないんだよね確かにねだから,そこだからあの通り越すと 全然フラットになりますもんねうん、うん、それもすごい僕面白い体験でしたけどねそれちゃんと話ができれば別になんか学歴も年齢も性別も一切関係ない、ね、全く差別のない主義者なんだけど本当そうですよでもみんななんか謎の眼鏡で見てくるからねっ <laughs>、うん、<laughs> んでそうなっちゃうんだろうみたいなねっ <laughs>、はい、不思議ですけどあ,れはあなたたちが差別主義者なんじゃないですか<あ>ら <laughs> インテリ差別出たああなるほどね、うん インテリ差別するために自分よりインテリな人になんかレッテルを貼る愚かなことですよ。ね。で、というわけでですね、そんな人材募集、気軽に遊びに来てくれてもいいんですけど、やっぱネット匿名アカウント、フォロワー少ない人にいきなり行きますよちょっと怖いちょっと怖いですね。そういう方は、Zoom でちょっと話すとか、僕、できますよ。ああ、はい。ね。 ダメならダメって言います。とオープンンマイドなんですけどいうわけで西葛西出版の現状ですかね YouTube に関しては今後はちょっと今「オールマガジン」より西葛西出版1回力入れてるんですけど西葛西出版もだいぶ方向見えてきたかなと思っていて基本的にはやっぱりものづくり本っていうところに一脚したりしていくんですけど僕がやるべきことは。 司法と行政やってる人結構いいですよ、今らさん界隈。僕はやっぱ思想なのかなって思いますね。思想っていうのが結構面白い。アイデオロジー。ああ。アイデオロジー。長州力ですね。長州力、イデオロギー闘争。ああ、そうかそういうことか。イデオロギー闘争ですそういうとこ見ていくの面白いなと思いつつも、やっぱり日本を考える上でいろんなことをね、勉強しながら話していって、 まあ言うならばラジオ版の本みたいいいなな役割になるといいででですすよねね<ー>、うん、そうここで僕が勉強したことを含めて本を書いていけたりするといいのかなと思うんですけどね、うんまあ、地下大出版はいろんなことを数字にこだわらずいろいろやっていきたいなと思っていてそうです、ね、今は堀口ユーチューバーが数字減ってきたから<ー>堀口君のあと何やるかって言ってわさわさしてるんだけど。うんうんうん そういらうちないからねそうですね、うん、やりたいこといっぱいありますもんねうん、うん、俺のほらやりたいこと帳いっぱい書いてあるんですああはいはいね。いは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 い,、まあ、はい,い,いす,す、ねうん、いすは,はい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 いはすはいそいはいよいは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 にはい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 のいはい 何ができきるるるのかから逆算してやこととを決めべだ思いますねそれを数字が取れるようにしていくと順番が逆ですねそうと僕は思うし僕はやっぱ本作り本作りを通じて自分の言いたいことが言えるようになっていく自分の存在を承認されるようになっていくという世界観を実現したいんで YouTube やってるわけですよねそもそも最初はねトゲセン機関だもんねそうですね最初はですね 実は今思ったちょっと前ぐらいからあのあれファクトでしたっけファクトえっと事実ファクトじゃなかったえっと一冊の本あったじゃないですかもう出てこないや一冊の本ダメだ出てこないえっとひまそろさんやる前の一個前の本本を紹介するやり抜く力グリットねグリットじゃなくてグリットグリットぐらいからでも方向性は実は様々そう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 いろんな 試行錯誤をしていてい、ねうん、やっぱり僕はこのものづくりに関わる時っていうのが人間楽しい時だと思っていて日本人は職人気質だからこういうの好きなんですよどうやって作ろうかみたいな話が好きなんでだからこの作る過程も見える化したいし、はい、みんなで一緒に作りたいわけですよ。 まあなたと言いましょうあなたと僕が一番コミュニケーション取れてるときは一緒にものづくりしてるときなんですよ。うん、そうかそうかかそれがあなたとの一番気持ちいい時間なんですね、うん、僕に言わせると。はい、で、それはもう全員となかなかできないんですけど、うん、なるだけいろんな人といろんなものを作りたいなと僕は思うし、はい、えーっともう読者、リスナーとして読者として関わってくれた人もそこには入ってるわけですよ。うん、そうですねだから、スタスタグルグルに名前入れてもらってんだよね。 みみんんななでででで作作っったた本本す、うん、だからコメントしてくれる方とかは、まああの「中村さんはもっと日本保守党を見るべきです」とかいう人はちょっとそっとじしてるんですけど <laughs> あの、まあ、それも見てますよ全部見て、はい、なるだけ返事したいけど全部は無理なんですけど、うん、皆さんの,その考え方も含めて本にしていくっていうとこですよね、はい、それが僕にとってすごい楽しいことで、うんうん、自分の利益のためにとかじゃないんですものづくりなんですよね、うん、僕はね。 じゃあというわけでちょっと2部構成なんですけど、うん、この社長20分ぐらいこの経営中毒の話しましょうかはいしましょうで僕があの目上読んでいくんで、はい、足利さん一言言ってくださいわかりましたはじめ社長はつらいそれも楽しいからなんですけどどっちですかね うわー難しいな両方 <laughs> これ足利さんは副社長ですけど実質二人社長だからね,ねまあまあ、はい、両方ね両方ですかねそういう両方って本なんですよ、はい 1> はい、第1章、はい、1> 資金繰りは最初に直面する社長共通の悩み <laughs> 人,人徳が問われる金のマネジメントあ<ー> <laughs> 確かに確かにですだってうちはもう中村さんのまあ人徳と,、うん、と,と人となりであの倉庫から お金をそうだよね、この社長ならでね貸していただいて、お金で何もない会社だったからね、あんな無理な事業計画でね、信じてくれて、まあでも、あれは、あ後で出てくるんですけど、えっとそれがうまくいくことはないらしいですよ。でも、もう、高校の方も分かってはいるかそううわまた来たな、社長にとって給料日は恐怖でしかない。 毎月ね、五十嵐さんの、これどうしますって、これ、どっかでちょっと、ここでじゃあ、頭下げて待ってもらって、こっち払いますってやってましたからね。信じて、やってもらおうってやって、ましたね僕らが一番真実だと思うんだけどね、未来を見据えた経営をしたくてもできない本当の理由、これは目の前のことですね、分かる、やらなきゃいけないことと、やりたいことですよね人は簡単にお金を出したがらない、出資したくなる社長になる これはある程度はいけてるのかもだけどあんまり人に出してほしくもないっていうのが僕らの場合はあれね読者からね少しずつっていうモデルなんで出版社は大型のお金ボンってもらうとその人の意思を反映されちゃうので書きづらくなりますそうなんですよで痩せ我慢で頑張ってますよ会社は99.9%の問題で公開する何でしょう 99.9%。何個かありますよね。お金か人か。お金か人か。仕事か。仕事内容かお金か。人です。人か。人です。会社の未来を左右する人のマネジメント。一、共に働くメンバーは仲間でもあり他人でもある。たった一人の採用で会社を成長する。それとも傾く。 一人採用するの大変ですからね。社長の悪口を言う幹部を入れると組織が崩壊すると。ああ、まあそうです、ね。いましたね、そんな人ね。<laughs> <laughs> いましたよね。いましたね。うん。えー、来る社員を拒まず、去る社員を追わず。うん。うちもそうだね。そうですね。うん、はい。人が辞める原因は社長にあるという自覚を持てる。ああ<ー>。うん。なるほど。えー、営業対エンジニア、中途対こさん、式の崩壊は突然起きる。うんうんうん。 文明のの衝突を起こさない組織のマネジメントまあこれはまだここまで行ってないけどねでも一個前の仲間さんも言ってた責任自分論のとこでしょうねうん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 ,うんなかなか目次だけでも面白いですね、うん、最初に考えたプロダクトはなぜうまくいかないのか第4章<ー>0から100を可能にする事業のマネジメント、はい、ね最初に出したスタスタグルグルめっちゃうまくいくところで出したんだけどね,ねうまくいかなかった、ね、うまくいかなかったんですよ、うん まあそれはでもそういうものなんですね。一発目から当たらないんだはい。<laughs> その失敗を経てからっていうことなんだな。9割失敗する商品サービスに欠けてる視点。はいはい。マウンを実施してリリースするも、点点点々。スタートアップと大企業の商品開発の明らかな違い。おお。おお。お客様は課題を教えてくれない、自力で見つけよう。なるほどね。うん、選んでもらい、買ってもらうための高いハードルを超えるには。はい これが僕に言わせると YouTube なんですよ。僕はもうこの高いハードルを超える方法は、はい、広告じゃなくても YouTube を自分たちでやって、うん、自分たちのもう人柄から作り方うん、うん、意思、えー、信念全部を生々しく見てもらう以外の方法がないと思っているので、うん、もうさらけ出してさらけ出して、はい、もう,うん、うん、ねそれでやるしかないなと思ってますねマーケットインでも売れない時は方向性をずらせ、うん ビジネスで必ず直面するパクリパクられ問題うちはなんかパクられなそうなやつやってるけどねそうですね、うん、はい、えー、であとは事業の売却とか、はい、M&A とかですね、はいえー、24時間悩み365日決断難しい学生になる経営判断うん <laughs> やっぱ俺昨日寝る前つらかったもんなつら <laughs> かったよ寝る前あーんってなるよねやっぱね まあというわけで経営の経営中毒という本はいこれはまあ経営者はみんな共感できる本だと思うし、うんまあ、これから企業を考えてる人とか全員読んだ方がいいでしょうね読んだ方がいいでしょうね結構いい,いい方ですねはいいい本ですねうんうん、うん、売れてるのも納得うなずけますね、うん、社長って肩書き背負,背負う覚悟はできたおかげでうん 結構しゃべりと文章はこれからも証明しなきゃいけないですけど、はい、まあ物書きって40からなのでうん、うん、42ですけどね僕はこれからです、ね、これから勝負ですね、うん、逆に言うと10年前なんて絶対文章書けないですあの人間経験じゃな,うんなるほど、うん、薄っぺらもになっちゃうっぺらくなります、ね、どうしてもね、うん、こうであってほしいみたいになっちゃいますねう やっぱいっぱいいろんなクズを見てきたのも大事ですよね大事ですね大事経験が大事積み重なっていくわけですよねそうそうそうまあというところで西笠井出版の現状はこんな感じですかねはいまあ毎月やばいですけど <laughs> でもやばいと言っても、はい、死ぬっていうやばさは超えてきたからいうとそうですねはいであの企画 出してるっていう話してましたけどこの前打ち合わせした方はこういう金もそんなないんでこういうフローでねお金を集めながら作っていくことになりますよと著者の負担はないですけど PR とかで協力してもらいますよとね PR せよって言われたら高木健介はそれはパワハラだとか言い出したんだねあなるほどね著者が PR しないとって言ったらねいやできませんみたいなうんでもさ 結局著者で PR 活動を積極的にやりますよって言ってくれた人は僕は皆無だと思ってるんであ埼玉編は埼玉編ねまあ彼も著者だけでしなかったからねそうですねまあまあ過去の話うそういうレベルをこうやってやっていくしかないというかあのレベルではもう戦えないんでそうですねあの時いた戦力は誰もこのベンチャー出版っていうそういう厳しい荒波ではですねはい マジであの、お風呂に敷くマットに、二人乗って、い、うんはい、イカかだみたいにして荒波を越えてる状態ですよ。<laughs> 本当ですね。ねこれこれが本当のマットプレイです。<laughs> ね本当にもう、もう、死でツルツルですよも、ね。<laughs> もうの、あれです海の、海の話です。ですよね。そのぐらい、やっぱり荒波、 で、やるんで、うん。何回も、あの、海水飲み,飲みましたもんね。もう、ほぼ海水ですよ。<laughs> 血液、ほぼ海水ですよ <laughs>。でも、アシカさんと一緒に楽しく乗り越えてきたし、そうですね、こっから実りの時を迎えていけばいいので、で、なんかね、ベストセラーで、えー、と30万部とか売れたら、はい、僕はハワイに行きます。<laughs> <laughs> いいな、ハワイ。<laughs> ハワイに行きます。<laughs> あいつ、ハワイ行ってんなと思ったら当たったと思ってます。<laughs> サンクシャアリー出版さんっていう、えー、と月に一冊本題してる出版社さんがあって、はい、出版業界としては小さいですけど、うん、ベストセラーいっぱい出してるんですよ。でしょ、ね、か先生のメンタル、えー、アウトプット大全とかアウトプット大全とかなんだっけメンタルの本かまさわ先生、YouTuber としても100万以上登録がいるんで、はい、心理学者のね精,精神科医の先生ですね。 まあ川沢先生の言うことを聞くとは酒やめて朝散歩しろって言わ <laughs> シンプルな <laughs>、ね、そう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 なんだっけアウトプット大全じゃなくてそれもねサンクチャーですけど、はい、ブレインメンタル強化大全か<ー>ねとかねこういう本出したりしてるんですけどうん、うん、まあこういうのが100万部売れたつとか安住先生の本もそうだしそうかお<も>金の話20万部30万部とかボン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 売れてるからねすごいですよねだから社員少ないしね、うん 人ととかじゃい多分そうだ思まオフィスもうちのが下手したら広いよ本当ですかそうそうそうなんか昔のカフェみたいな感じだよそかああまあでも場所は文京区だからあそっかそれなりにお金かかってる江戸川区様とは違う江戸川区さんとは違う文京区様文京区様はいねえでえっとまあ縦置きやっぱ最初は超大変だったって言ったもんそうですよね社長しゃべったらうんうんうん 先生の方をあの郵便局に運ぶ手伝いをさせていたたことがあっ、ね、<laughs> 今日行ってくるわって言ってたら「タクシーに乗ってる」っつって「タクシーにいたらちょっとあのお金払うから運んでほしいんだけど」つってその日非番だったから自分の車で行って手伝ったんだ、うん、そうですよねその時にお話できてはいなんかノウハウを何でも教えるよって言ってくれたんだけど、うん、ちょっと自分でやってみたかったんかな僕はねでもなんかサンクチュ出版っていうのは結構 すねすね、偉大な先輩としてね僕の本もしててくれたしねいい本を作っていくとこれは文化の礎でなっていくしなんだろうな、うん、本作るって今本読まれない時代なんですけど、はい、そこについてもちょっと僕一つ回答を示していきたいと思っていて。うん 本を読めないいかからら忙しいから足利さんもだって本好きなのに読む時間ないよとなね。うんうん、ね言ってるわけですけど、うん、そこはやっぱり解決しないといかんだと思ってる、うん、本読むのいいよっていうのを僕が僕今最近本週 3, ぐらい週3冊ぐらい読んでますけどす、ねはい、何,何冊ペース年間150冊ぐらいだねペースとしては。まあ 標準的な感じかなうん、うん、まああの文芸だけ小説だけはもっと早いけどねリベラルがとかやるとちょっと遅いんだよね進むのがね <laughs> <laughs> でこの本を読むゆとりを作るっていうのが実は人生を幸福に生きる答えだと思うんですよ、はいうん、一番いい娯楽だからこれねそうですよね、うん、だからお金を払って本を買ってそれを読んでっていうこの動きのサイクルを回していくといろいろと幸せになるんじゃないかなと思、ね、うんうん、そう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  うん、本を読むとこまでセットでねやっぱ出版業界考えられてないんですよそうなんでしょうね。うん、なんか僕らはそういうとこ考えてそうだ、ね、提唱というか言っていいきたいですよ、ね、一緒に読んでいくっていうね、うん、ことも含めて一緒に作っていく読んでいくみんながその、はい、本,本とか出版とかいうものを主役になっていくうん、うん、遠い世界の知らない人たちが金儲けのために何かやってるじゃなくてうん、うん、自分たちが自分たちの興味のある文化を しっかり形に残して、後世、はい、に伝えて、あるいは同世代の人に伝え、伝えていくために、本という、そのメディアを利用するというね、はい、そういう考え方がもっと広まっていくといいなと思ってるんですけど、うんうん、そんな金にならなそうな考え方で起業するとこうなるんだよ <laughs> おぉおぉ金をくな <laughs> 金持ってこいってなりますけど、<laughs> 商品が、商品が足りないよ、足さん。商品が足りないよ。でも、 頑張るって、これを実現してですね、はい、大手にしかできないこともあるし、うん、我々のような小さいところでしかできないこともあるし、はい、皆さん、カドカートとは本作れませんよ。うんうん、我々なら作れますよ。はい、どうですか、奥さん、<laughs> 奥,さん <laughs> 奥さんが本格って実はすげえいいんですよ。今、あのー、その出産、育児によって、キャリアにロスとかできるじゃないですか、うん、穴ができちゃうじゃないですか。はい、でそこから 仕事に本格復帰してもやっぱり育児とかあったり大変だし、ね、そこから勉強し始める人もちょっと遅いじゃないですか。はい、っていう問題があるからなかなか結婚できないとか、うん、そうなかなか産休取りづらいとかね、はい、そういうのはあるんですよ。うん、で子供をどうしようって言ってだんだん遅くなっていって、うん、日本が少子化になっていくってあるんですけど、はい、あの本の著者目指すって40から全然目指せるんでそうかこれはあの自信ある程度勉強できる人向けですけど。うん ちゃんとしっかり半年とか調べて自分の好きなテーマ調べて、うん、しっかり僕と検討しながら文章にしておけば本出せるんですよ。これはあの専業主婦でも、まあ、働きながらでも子供がある程度大きくなってればできると思いますよ。うんはい 大変だよそれ大変ですけど、うんうん、簡単じゃないです,、ね、でいですけどできるんですようん、うん、だから女性のそのまあ主婦のっか育児している女性の知の使い方、はい、アウトプットとして、うん、実は職場より本っていうのはあるんじゃないかなって僕は思うんですよね<ー>、うん、自宅でも書,、うん、書こうと思えば書くいそうそうそう,そう、うん、もちろんそのかなりハードルは高いんですけど確かにです超えた人は うちははそこ超えますよと僕は女性差別主義者って言ってる人がいるんでそれはその人に「ちょっと聞いてみてくださいなんでですか?」っつって答えられないと思ってまあ僕らの活動でそういう話を払拭していくしかないですからね払拭っつうかさ払拭って言ったやつは石井和弘さんですけど彼はもうこのあと僕の資金が回ってきたらガン詰めしていきますよ うんうんうん、もちろんもちろん <laughs> もうガン詰めしますけど今ガン詰めしてると会社が潰れるんでですね、うん、ガシンショータンっねうん,うん、うん、人を差別主義って言っちゃいけないんですよまあそうですよ、うん、まあ分かんないけどそれこそ差別じゃないですかねそう、うん、だから反,反差別差別だななんかそんなのも出てきてるみたいでうん、うん、差別主義を言う人を差別しようみたいななんか、う、ね、ん なんかまあ僕らってなんか言われたことに対してなんかまあ言ってるだけで人に対してどうこうって実は言ってないですもんね。そうな あの人はどううこっってて言言われたからるだけで歴史修正主義者って言ってきたやつはちょっと許さないんだけど歴史修正主義者ってさって話でそういう言葉自体でもあるんでしょあれは中国とか韓国が日本の教科書とかに対して言うことクソガチ左翼の言い方でそこから出れてないわけだから教養人としてはお前はエセだよねっていうふうに僕は思うんだけど反論もできないしね。 まあね、言った人はなんかしっかりと、ねうん、僕らが言ったことに対してまだ反論があれば言ってくればいいんだけど、ね、反論しない時点で終わってんだよ反論して議論していくっていうのが正しい手続きなんでと反論もしないくせに出てるだけ張ってピュって逃げるってものすごい卑怯なことをピンポンダッシュってい,い, <laughs> いうか,なんか番犬注意みたいなの張って逃げる。<laughs> <laughs> そこ確かにそうですね。で貼ったのをみんなで実績としてやるんだけど反論しても聞かないっていうのはまああの教養のある人間になることじゃないんで我々はそこはちゃんと反論は聞くべきだし聞く必要もないような反論はあるけどねこいつ顔悪いからとかさそれは別に顔でやってんじゃねえかなっていう話だから。はい というわけで、はいえー、西川大出版の現状と、この経営中毒という本ですね、うん、お勧めするという、ちょっと日本仕立ての話でしたよと。はいね、日本西川大出版にあの興味ある方は、インフォのメアドがホームページにどこかにあるよと、ね。今ね、問い合わせフォームを、あフォームがあ新しく載せました。あ概要欄に。うんあのあ、そういうこと。どこにあるあーホームページに。ホームページに最近、問い合わせフォームを作りました。 お問い合わせければ。じゃあ概要欄のお問い合わせページの URL ああまあいいえホームページだけでいいですあいはい了解ですあとはお布施というサイトでメッセージ募集してますんでぜひよろしくお願いしますお願いしますと何かあったっけまあこんなとこあまあちょっと番組違いますけどああそっかそっかオールマガジンもたまにぜひ覗いてくださいあの2人で同じ感じでやってるんでサッカー番組というには言えないぐらいサッカーの話出てこない たまに出てくるけどね。そうですね。うん、はい。まあ,、はいあの、軸はサッカーですってだけて、ね、そうです。そうですね。はい。はい、というわけでね、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。お聞きいただきありがとうございました。